記号 PR 記号 .1967 年の第3次中東戦争でイスラエルが占領した東エルサレムにある旧市街。トランプ米大統領が示したエルサレムをイスラエルの首都としたためる方針をめぐり、アラブ人居住区とユダヤ人居住区では反応が真二つに割れた。中東諸国の人々には失望が広まる一方、治安悪化に対する不安の声も聞かれた。開き括弧エルサレム高橋宗男 カイロシノダ・コウイチ・トトランプ大統領はトラブルメーカー。エルサレムはイスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教アーダのものだ。彼はただ問題を複雑にしているだけ旧市街のアラブ人居住区で食器店を営むパレスチナ人のファウジ、ジュペさん、51が話す。トランプ氏の方針発表をきっかけに暴力的な事態が起きかねず、 観光客相手の商売で生計を立てる旧市街の商店をもらには客足がなまることも心配だ。トンシャツ店を経営するパレスチナ人のイスマイル、カウエスマさん、43は、私たちには何もできないと諦め顔で、ここにいたいだけなんだ。ここが私たちの土地だからと話したエルサレム旧市街の狭い路地を進むとイスラエル国旗が目立つようになる。ユダヤ人居住区だがロうを経営するウディ。 メリオズさん、59は、トランプ大統領が認めようが認めまいが関係ない。ここはユダヤ人の首都層聖書に書いてあると強調した。第三次中東戦争後、多くの国が大使館を閉鎖したが、やがて戻ってきたと指摘し、国際政治は変わるが、私たちは変わらない。ここは私たちの家で、エルサレムは私たちの首都だと説明した。一方、 過激派組織、イスラム国、伊ズ総統作戦でトランプ米政権と連携するエジプトの首都カイロ。携帯電話店勤務のモハメド、ハレドさん、48は6日、怒りが収まらない。私たちイスラム教徒は常にパレスチナと共にある。米国ではない今回の問題で、トランプ氏がイスラム教徒を嫌っているのが一層はっきりしたと話した。 中東でこれ以上の騒乱は起きてほしくないという不安の声も多い。エジプトでは11月、東部市内半島のモスク、イスラム教礼拝ところで300人超が死亡する大規模テロが起きたばかり。米国とアラブ諸国の亀裂を懸念する声もある。伊豆の脅威が続くイラクの首都バグダッドの電気店従業員、ヒッシャム、バハディリさん、50は、イラクにはまだ過激派が多く、 米国の助けが必要。対立する事態は良くないと述べた。